埼玉県立熊谷高等学校は、埼玉県熊谷市大原一丁目にある県立高等学校。スーパーサイエンスハイスクール、進学指導重点推進校指定校である。1895年、埼玉県の第二尋常中学校として創設された。全日制は開学以来男子校である。私服での登校が認められている。なお2010年度より、 埼玉県教育委員会の進学指導重点推進校2011年度にはスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けた2016年度入学生より単位制となっている各都と称する担当教員の出張などにより授業が休校となる場合に出される自習時間が設けられその利用方法は生徒のおのの自主性に任されたり服装検査や頭髪検査 持ち物検査などの後期検査は一切行われない。また、愛好心が強く、生徒が自ら好んで肩を組み効果を成長する習慣が見られる。近年では一般に熊高とされていることが多い。古くは熊高と呼ばれていたが、熊谷工業高校に熊高の通称が用いられるようになったため、両校を明確に区別するために次第に変化していった。 ものである。校歌の歌詞にある、熊高は熊高と読むとされるが、これは伝統的にそう読まれると言われているに過ぎず、正式に硬貨中の熊高の読み方を明記する根拠文献は存在しない。応援歌では、熊高を熊高と読み、在校生、卒業生は熊高と読んでいる。公式野球部は、 1949年、1951年、1982年に夏の甲子園に出場しており、1951年の大会においては準優勝した。このほか、剣道部、陸上部、軟式野球部、ラグビー部、水泳部、弓道部、ソフトテニス部、バレーボール部、山岳部、音楽部、サッカー部、将棋部などもインターハイや県大会に出場するなどの、 実績を残している。通常の文系、理系に加え、教科により、少人数授業を実施している。また、土曜日の授業が各週で行われており、夏季休業中には、全1 0講座程度の歩行があり、生徒は自由に選択することができる。詳細は、熊谷高等学校公式サイトを参照。校舎は、各教室が集まるホームルーム棟。 職員会議室などがある本館、そして各種理科室などがある理科棟の三つがある。このうち本館は1980年に竣工したものであるが、かつての本館は1978年3月18日に西半分を消失した。なお、校歌に謳われている赤いラカとは旧本館のそれを指し、現在の本館の赤いラカ風の屋根はソレノの方であるが、 部分的に、9本館の赤いらかが使用されている。全館冷暖房完備。このほか屋内型温水プール、記念館、学生食堂、合宿棟などの設備があり。2009年8月には、リカ棟の床の張り替えが行われた。2016年からは、埼玉県の新聞協会により、無料で、全国死後死が平日毎朝各クラスに配布されている。 作詞、石坂洋平、作曲、山田耕作。当時音楽教員であった、荒井義正が、山田耕作との間に交流があったことから、作曲されたという経緯がある。六個応援団連盟による、演技発表会、日輪の下に、や埼玉県立熊谷高等学校、応援団演技発表会、勝利の伝統があり、部活動応援で活かされる。 埼玉県立浦和高校、川越高校、春日部高校との交流がある。音楽部は、熊谷女子高校と毎年、合同定期演奏会を行っている。近年では、熊谷市の姉妹都市として締結された、ニュージーランド・インバーカー・ギル市に所在する、サウスランド・ボーイズ・ハイスクール、通称、SBHS との交流がある。本校には、 夏目漱石の、坊津ちゃんのモデルとなった教育者の広中又一や、作家の杉森久秀が教員として在籍していた。また、田山加井の田舎教師のモデルとなった、郷土作家の小林秀蔵が生徒として在籍していた。この他にも、各種スポーツ大会や、百人一首大会、水泳大会などがある。ありがとうございます。